水晶ドクロ水晶ドクロは、高校遺物として発見されたとされる水晶で作られた人間の頭蓋骨模型。クリスタルスカルトも、現在、十数個が確認されている。信奉者は、マヤ文明やアステカ文明、インカ帝国といった中南米の高校遺物であり、当時の技術水準から考えてあまりにも成功に作られている大パーツと主張している。一般には、 イギリス人の F.A. ミッチェルイコールヘッジスが1927年にイギリス領ホンジュラス南部の古典紀の遺跡ルバーントゥンで発見したとされるものを指すことが多い。ミッチェルの幼女アンナの17歳の誕生日に発見され彼らが遺跡の調査を中断して水晶ドクロを施造したため様々な憶測を呼んだ。このヘッジスの水晶ドクロは実物大で 解剖学的に見ても精緻に作られている。カリフォルニア州にあるヒューレット・パッカードの研究所における1970年代の分析結果によると、とのことであった。このため、大パーツではないかという憶測を呼んだ。ヘッジ水族の依頼で2008年4月、スミソニアン研究所で精密な調査が行われ、 電子顕微鏡による精密な検査によって、水晶ドクロの表面には、ダイヤモンド研磨剤など近代技術による加工跡が確認され、このドクロが製作されたのは近代であることが判明し、ベリーズの遺跡で発掘されたものではないと結論付けられた。事実、刃の部分や顎の取り付け部に、金属ドリルによる加工根があることが、以前の調査でも確認されている。 古物賞により、ドイツのイダー・オーバー・シュタインで作られた可能性が高い。このドクロはもともとセントラル・ロンドンの美術賞、シドニー・バーニーが所蔵していたもので、彼は1943年にサザビーズの競売に出品し、当時のサザビーズのカタログにも登録されている。しかし、バーニーは競売にかけられる直前に、サレコーベの出品を取り下げてヘッジスに400ポンドで、 売却した。その数年後に発見したと公表した。さらにアンナがクリスタルスカルを発見したのは1927年、自分の17歳の誕生日の当日だと語っている。ところが、ヘッジス一行は1926年にイギリスに帰国していたことがわかっている。しかも、発見者であるとされるアンナもベリーズに入国したことがないことも判明している。 また、発掘作業の写真には、水晶ドクロの写真は、全くなく、発掘に参加した他の学者も、水晶ドクロの存在を知らなかった。ヘッジスの水晶ドクロ以外のものをいくつか記載する。ブリティッシュスカル他になど。オカルト本等では、現代の技術をもってしても、再現不可能な大パーツとして、たびたび紹介された。 中南米の古代文明期に制作された水晶のドクロが世界中に全部で13個あり、全部を集めて、マヤ歴の最終日である2012年12月21日に一列に並べると強大な力を発揮し、世界の崩壊を防ぐといった2012年人類滅亡説と関連したネタもあった。ザスカル・オブ・ドゥーム、アンダー・ザ・マイクロスコープ。 アーキオロジー・マガジン・アーカイブ・インフォペディア編著、ここまで分かった。世界の七不思議公文社知恵の森文庫。2010年 ISBN978 から43億3478万5611。AB、クリスタルスカルさらに2点が、偽物と判明。英米有名博物館が、発表写真2枚国際ニュース。アフップブニュースハットアサヒドットコム。 インディもびっくり随所クロは19世紀独製2008年4月24日、掲載記事リンコーン。ポール、クリスタルスカルズ、アレモダンフェイクス。ブリティッシュブロードキャスティングコーポレーション、2008年10月31日、閲覧。ありがとうございます。